杉本隆ネット工房機は、日経電子版と日経産業新聞に連載された記事を大幅に過失修正して、書籍として出版したもの。浮世離れした世界の10人というイメージのある一時業家のエピソードを紹介しており、反響が大きかったのか、2020年には、藤森慎吾主演で、パラビーマは U、NEXT に買収され、九州オリジナルとしてドラマ化もされています。で、その内容なのですが、 良くも悪くもミクロな取材対象に寄りすぎた何は節。実証的なリアリズムというよりもロマン主義になっています。というか、ここで取り上げられているイット企業の多くは1990年代創業。最も新しいのは今から10年前に設立されたメルカリです。というか、現在のインターネット業界はネット工房機に出てくる世界と大きく変わっており、ある意味、 今では権威化してしまっている一都長者の忘れられつつあるドラマを俺知ってると残すものになってしまっています。なので、何は節、ここにかけているのは反省的な視点です。今も昔も日本のインターネット業界はプラットフォームを海外の企業が握っていますが、なんでそうなってしまったのかも、本来はこの本にあるようなドラマを反省的に読めばわかります。2010年くらいまではアメリカからのタイムマシン経営、日本はマクロ的な経済環境が長期停滞に陥っていたので、 リスクマネーが国内の振興産業に届かず、プラットフォーム化が遅れてしまいます。結果的に、海外のこの手のドラマでは、超高学歴社会を背景とした技術と金融の話になりますが、日本だと、孫社会の何は節、NHK だと、中島みゆきをかける感じ、AVC でも系列を重視しているので、インナーサークルが必ずしも悪ではありませんが、舞台と役者が変わらずにドラマが続いた結果、一時業面した、 その実は営業会社が量産されているわけです。これは何も2010年までのアメリカからのタイムマシン経営時代だけではなく、現在にも繋がっています。当時はメジャーリーグに見えたアメリカしか先端的なプラットフォームを生まないと考えられていましたが、ここ10年で起こったのはアメリカ以外の国々でも地域ごとに巨大プラットフォームが誕生、競争です。例えば、TikTok の中国バイテダンスは、 売り上げ1100億ドル。98年創業のテンセントを抜いていますが、これがショート動画のグローバルプラットフォームを握っており、米 YouTube やインスタグラムの視聴時間を奪っているから。また、韓国でも検索大手のネイバーは、カカオと熾烈な競争に直面しています。というか、日本の LINE 自体が、カカオを半年遅れでコピーしていったもの。日本で有名な当時の LINE の社長が、 LINE の経営会議に締め出されていたのはこのためです。ユーザーがスマホにシフトすると、ブラウザ検索は落ち目なので、韓国国内ではカカオとの競争を不利に感じたネイバーですが、日本では逆にメッセージアプリの LINE で、ブラウザ検索 Yahoo を飲み込むことを目論んでるわけです。で、日本側はどうかというと、ネット工房機から戦略が変わっていないので、アメリカどころか多くの国に対してデジタル面で劣ってしまっています。 例えば、一時は流星を極めた日本のスマホゲーム業界も、今は落ち目。市場規模も縮小していますし、その限られたパイを中国、韓国のメーカーがシェアを伸ばしているありさまです。さらに日本のお家芸だった漫画も、今ではプラットフォームは、韓国のピッコマ、ライン漫画が加盟しており、すでにコンテンツ産業を超えて、日本のプラットフォームビジネスは米、米中、 韓国の草刈り場になっている恒例です。webton.com は時価総額およそ3兆円メルカリの7倍ほどでナスダックへの上場を企画しています。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが2020年前後の新しい個展を取り上げています。一般的な YouTube チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は 動画更新のモチベーションになりますので、よろしくお願いいたします。つまり、ネット工房機は日本の企業取材の悪い面が出てしまっています。俺知ってると、企業家が語るナラティブをそのまま鵜呑みにしているので、有用なヒューリスティックが引き出せません。本当に必要なのは、日本がデジタルで負けた理由を反省的に振り返るものですが、サブタイトルまで破れざる者たちにしてしまっています。なので、一途企業家の 平凡な人生は嫌だ。何でもいいから何者かになりたい。という自意識をさも重要であるかのように扱っていますが、これはアンカイジュニアの凡庸な自分探し。当時は誰でも同じようなものを抱えているのに、ミクロからマクロに問題設定の視線が向きません。現代のイノベーション研究は、ネット工房機や中学生がプロットを書いたような、ウィニーのように選ばれし天才がイノベーションを起こすとは考えません。マット。 ド奴隷、人類とイノベーション。常に複数の主体が、経済環境へと適応しようとしており、これが結果として、イノベーションにつながったと理解します。当然、環境が腐っていれば、企業の新陳代謝が遅れ、保守的な企業を中心とした環境に適応しようと、一途を担いだその実営業会社が無数に発生します。要は、本来こういった人たちが退場しなければならない未来もあったはずで、なぜ日本の一途業界が負け続けたのか、いつになったら、 こうした日本の失敗が反省的に振り返られるのか、そうした敗者のドラマとして描かれるようになって、ようやく次の時代に道が開けるでしょう。全裸監督に続く。